ヘッド隕石、NWA2698、ミルビリリ隕石、ビランガ隕石家94200ヘッド隕石は、エーコンドライトのサブグループの一つである。ヘッドとは、ホアルダイとユークライトダイオジェナイトを意味する。この種類の隕石は、分化したオヤ天体に由来し、激しい火星作用を受けている。地球の火山岩と大きくは変わらず、そのため地球の火なり岩とよく似ている。 ヘッド隕石は大きく次のように分類される。ユークライトとダイオジェナイトにはいくつかのサブグループが見られる。地球に落下する全隕石の約5%がヘッド隕石であり、これはすべてのエーコンドライトの約60%を占める。小惑星ベスタ・ジョンズ・タウン隕石これらの隕石はすべて小惑星ベスタの近くに由来し、その多様性は 親よあの地質学上の歴史の違いによると考えられている。放射性同位体比から結晶化時期は約44.3億年前から45.5億年前と推定されている。ヘッド隕石は分化した隕石であり、親天体の近くで火星作用を受けて形成された。ベスタから地球までは以下のようにして届いたと考えられている。ベスタへの衝突により、 デブリが放出され、直径 10km 以下の小さな V 型小惑星が形成される。また小惑星の塊が同様に放出されるか、デブリから形成される。このような小さな小惑星のいくつかがベスタ族を形成し、その他はより遠くに散乱する。この出来事は10億年以内に発生したと推定されている。ベスタの南半球には、 多くの衝突クレーターが存在し、ここで衝突が起こったと考えられる。掘り返された岩の量は、基地の部位型小惑星全体の量の何倍にもなる。より遠くを浮遊する小惑星のいくつかは、3、1のカークウッドの空撃に集まる。ここは木星からの強い接道を受ける、不安定な領域で、ここに集まった小惑星は、約1億年のタイムスケールで、 遠くの軌道に弾き飛ばされる。このような天体のいくつかが近地球軌道にとらわれ、V 型の地球近傍小惑星となる。このような地球近傍小惑星に小規模な衝突が起こって岩サイズの隕石が放出され、そのうちのいくつかが地球に衝突する。宇宙船曝露の測定により、ヘッド隕石の大部分はいくつかの異なった衝突によって形成され、 地球に衝突するまでに600万年から7300万年のありがとうございます。